こんにちは、松本恵奈です。今日はですね、あの大人気企画スタイルミキサー×ユニクロやりたいと思います。イエーイ。ということで、朝からユニクロに来ております。じゃらん。はい、そしてですね、なんと本日からユニクロ×マルニのコラボレーションアイテムが発売されるということなので、早速今から見に行きたいと思います。ということで、行ってきます。ではまず1体目です。今回私がユニクロ×マルニのコラボレーションアイテムで買ったのがこのトップスなんだけど、普段あんまりね、こういう派手なトップスそんなに着ないんだけど、このニットは首元にね、タイトなんだけど首元がちょっとボリューミーだったり、あとなんかこのオレンジ×ブラックのこのボーダーがすごい可愛いなと思って買いました。このバルーンのカーゴパンツなんだけど、こちらがスタイルミキサーのアイテムになっていて、本当にね、結構履きやすくて、ウエスト周りは結構タイトで体にフィットする感じのラインなんだけど、裾がバルーンになっていて、本当にね、今季トレンドのアイテムなので、こちらもおすすめアイテムになっております。で、あの裾にスピンドルがついているので、スピンドルを自分で調整して使ってみてください。はい、で次、バッグとシューズなんですが、ちょっと大人っぽい感じでまとめたかったので、バッグはバーキンで、シューズはボッテガのパンプスで、ちょっと大人っぽい感じでまとめてみました。ということで、1体目でした。バイバーイ。では次、2体目です。2体目がですね、まずこちらのトップスなんですが、このトップスがスタイルミキサーのアイテムで、こちらのね、フードが取り外せるタイプのトップスになっていて、このね、フードを取るとベーシックな、もうとても合わせやすいニットになっています。で、このフード単体でも使えるし、トップスだけでも使えて、トップスの方はこの腕のスリットが絶妙に、めちゃくちゃ可愛いスリットが入っておりますので、こちらもね、チェックしてみてください。そしてパンツがユニクロ×マルニで買ったパンツになっております。このパンツがコーデュロイパンツなんだけど、後ろがね、ゴムになっていて、とても履きやすいのと、赤と赤オレンジみたいな、朱色みたいな色と、ブルーと、あとグリーンとベージュか、4色かな、この4色かな、もうちょっと他にもあるかもしれないんだけど、結構ね、色がすごく鮮やかで、めちゃくちゃ可愛かったです。で、私は結構ブルーと赤とこのグリーンの3色ですごく迷ったんですが、一番なんだかんだ使えるかなと思ったこのグリーンを買いました。すっごい発色が良くて、ベージュとかこういう優しい色との相性がすごくいいので、ぜひチェックしてみてください。で、本当にね、色が可愛いスタイリングだったので、シューズとバッグも綺麗な色でまとめてみました。ということで、2体目でした。バイバーイ。ユニクロ×マルニでこちらのニットを買いました。まず本当にね、このニットもどの色もすごい可愛くて、私は一番使いやすいこのベージュ×イエローの配色のニットを買いました。一番可愛いなと思ったのが、まずこのね、ニットすごいコンパクトで、小さめのサイズになっています。で、もちろん M サイズとかを着るともうちょっとゆったり着れるんだけど、結構今私がコンパクトサイズのトップスが気分なので、もうこのサイズ感がすっごい可愛いなって、肩とかもね、結構ジャストにはまってくれるし、ちょっとショート丈で、身頃も結構細めなんだけど、すごいシルエットが可愛いし、あとこのニットも結構ね、ドズメでしっかりしているところだったり、あとはこの、ね、首元の程よい V ネックの開き具合もすごい可愛いなと思ったので、もうこちらのニットは即決でした。で、このニットにはね、もうニットが結構コンパクトサイズだったから、スカートで合わせたいなと思ったので、こちらのスタイルミキサーのスカートを合わせてみました。で、このスカートがレイヤーされているデザインで、中はね、本当にプリーツがかかっていない普通の生地なんだけど、その上から大きなプリーツの生地が重なったレイヤースカートになっています。で、見た目もね、モード感があって、ちょっと丈も長めで、とても可愛いので、こちらもぜひチェックしてみてください。コンパクトめのトップスだったので、バッグはちょっと大きめのバッグで、存在感があるものに合わせてみました。ということで、3体目でした。はい、次4体目です。4体目が、
ユニクロ ×2 で今回買ったアイテムがこちらのハイネックになっております。このハイネックがヒートテックのハイネックの柄バージョンになってるんだけど、なんかこの手書き風のボーダーがすごく可愛いなと思って買いました。でこのボーダーのねハイネックもすごいいろんな色があったんだけど、私は結構ライトブルーのトップスがたくさん持ってるのと、デニムとかと合わせてもすごい可愛いなって思ったので、いろんな色がある中で私はブルーをチョイスしました。で合わせているこちらのスウェットがスタイルミキサーの定番アイテムになっていて、私毎年ね買い足してるんだけど、本当にね丈感とかシルエットがちょうどいいので、結構こういう感じでパンツでタックインしたりとか、あとボリュームスカートに合わせたりとか、ちょっと抜け感出したい時とか、なんか楽だけど可愛いみたいな服を着たい時にとてもよく使っているアイテムになっております。でこちらもねいろんな色があるのでぜひチェックしてみてください。でパンツもスタイルミキサーの美脚パンツになっております。本当にねシルエット綺麗だからブーツに合うとしても可愛かったんだけど、今私がすごくブーツインが気分なのでちょっとブーツインで合わせてみました。でこのブルーのトーンからのこのデニムブーツとねブーツインのこの合わせがすごく可愛いなと思っていて、とても気に入りのスタイリングになっております。ということで4体目でした。バイバーイ。こちらのなんかマフラーフードみたいな、なんかこんな感じのおしゃれアイテム、ちょっとアクセサリー感覚のアイテムになってるんだけど、結構私本当にシンプルなアイテムがすごく多いし、マフラー欲しかったんです。リココが学校行く時にあの可愛いマフラーがなかったので、これをもうリココと一緒に使おうかなと思ってるんだけど、本当にねこのちまちました糸も可愛いし、結構ね私ベージュのトーンの洋服もすごく多いので、服に合わせやすいかなと思って買いました。はい。で中に着ているこのベーシックのニットは元ユニクロの多分定番アイテムのベーシックトップスに、こちらのパンツがですね、さっきもご紹介したあの私がデニムのブーツにインしてたパンツと同じなんですが、ベージュを入っております。結構ねあのニーハイブーツとかにガンって入れても可愛いし、本当にパンプスとかでも足を綺麗に見せるのもすごく綺麗なパンツなので、こちらもぜひチェックしてみてください。でロングブーツで合わせているので、ちょっとバッグはコンパクトに、ポイントが上に目線が上に来るようにちょっとこういうタイプの小さなバッグで合わせております。はい、では5体目でした。バイバーイ。はい、ということで皆さんユニクロ ×2 のコラボレーションアイテムいかがだったでしょうか。結構私的にはね新鮮なアイテムがすごく多かったので、今回のコラボレーション自体すっごい可愛いなって思ったものがたくさんあったのと、あとは本当になんか派手だけど全然使いやすい、全然合わせやすいアイテムがすごいたくさんあって、気分がいつもと違ってとても新鮮でした。で今発売中なのでこちらもぜひチェックしてみてください。ということで今日はこの辺で、バイバーイ。